単ウクレレ教室ガズレレをご覧の皆様、こんにちは。ガズさんの奥さんをしております小杖です。今日はですね、演奏動画ではなくて、以前私がウクレレライフをね、楽しむために一個ちょっとね、あるものを作ったんですよ。それが何かと言いますと、じゃん、こちらです。何かというと、これはですね、サウンドホールビスケットっていう名前をつけてるんですけども、簡単に言うとウクレレの消音器なんですね。で、これどうやって使うかっていうと、ここにね、ウクレレがあって、これジラボのウクレレ、ウスレレ、かわいいんですけど、これをここにはめます。で、そうするとこのね、サウンドホールから音が出るんですけど、その音の出方っていうのをね、少し軽減してくれるっていう感じで、で実際にね、弾いてみると、ちょっとね、動画だとね、もう音が調整されちゃうので、なかなかね、違いがわかんないと思うんですけど、実際はね、生で聞くと、その深いこう、この音よりも、ちょっとこう、抑えられた音になるんですよ。こんな感じでね。で、なんでこれを作ったかっていうと、まあね、以前の動画でもお伝えしたんですけども、やっぱりこう日々ね、ウクレレライフを楽しみたいっていう方でも、やっぱね、マンションとかアパートとか、あとはその、リビングでね、いる方に対して、別の部屋でやるんだけども、なんかこの音がね、聞こえるんじゃないかなっていうふうに気になって、なかなか練習もできないし、なんかね、毎日毎日弾くのは難しいかなとかっていう方がいらっしゃったんですよ。で、その時に、この音をね、ちょっとこう消せれば、ご自分で、コードのね、今覚えてるものを確認とか、あとはストロークのね、このなんか感じとかっていうのが、こう確認できるんじゃないかなっていうふうに思って、で、前回作ったんですね。で、これはね、なんていうのかな、縫い物をしたこともない方でも作ってみたいっていう方いらっしゃるじゃないですか。そんな方のために、簡単バージョンっていうことでね、このガズレレよくかっこいいバージョン、簡単バージョンってあるんですけども、その簡単バージョンってことでこれを作ったんですよ。で、これの、さらにまあ、かっこいいバージョンってわけじゃないんだけども、これはね、フェルトなんですよ。フェルトで、実際にね、弾いてると、音の振動で、空気の振動で、これ言ってもね、フェルトって毛糸なので、毛糸のね、ちょっとしたクズが弦に絡まっちゃうことがあるんですよ。でね、絡まるのがね、嫌だなっていう方いらっしゃると思うんですよね。そんな方のために、もうちょっと縫い物にも抵抗ないし、もうちょっとなんかこうね、なんかこうしてみたいなっていう方用に、今回は布でこのね、ビスケットの表をくるんでみようと思います。で、作ってみたのが、じゃん、こちらです。でね、でも、横から見てもらうと同じで、後ろも同じ感じなんですけども、やっぱね、布をね、かぶせてあるので、こう触っても全然、ほよほよしてくることはないですよっていう感じなんですね。で、この作り方を今日はご案内しようと思います。ということで、早速、サウンドホールビスケット、布でくるんでみましたバージョン、作ってみます。材料はこちらです。前回と同じなのは、この、ウレタン。こうね、厚みがあるやつと、あとはフェルト、2ミリ厚の今回フェルトを使っています。で、両面テープ、そしてこのね、材料を縫い合わせる糸、そして今回は布でくるんでみたっていうことなので、こんな感じの布を用意しています。で、このね、また最後の測り方は後でご説明するんですけど、で、基本的にこの材料もこうやってカットしてあるんですけども、このカットの仕方とか、あとこの円のね、作り方っていうか、綺麗にどうやって作るかなみたいなのは、一番最初にこの簡単に作れますよっていうね、動画をご紹介してるんですけど、この時に詳しく説明をしているので、それをまた概要欄の方に貼っておきますので、そこをね、見てもらえるといいかなというふうに思います。今回作るのはもうこのね、なんとなく作り方が分かっている方が、まあもう一回この布をね、ここにちゃんと巻いて、フェルトがね、キバキバしてこないのがいいなっていう方用に今回ご紹介するので、そこの部分はちょっとね、省略しているので、もし必要だったら概要欄のこの作り方のところを見てください。ということで、で、ちなみに今回のサイズも同じように、これですね、5.5 センチ、下が 5.5 センチと上が 6.5 センチのものを、こうやってね、ビスケットみたいに挟むっていう作り方になります。で、これは今回私の
ウクレレを使ってサイズを測ってるんですけども、ちなみにソプラノのサイズなんですけど、ただウクレレによってちょっとね、サウンドホールの大きさが違ったりもするので、それはね、測り方っていうのも、また、この最初に作ったこの子のね、時にどうやって測るかっていうのもちゃんとご案内をしているので、そっちの方を見てもらえるといいかなっていうふうに思います。ということで、早速作ります。で、まず、この餃子の皮みたいな布なんですけど、これはね、どうやって測るんですかっていうことなんですけど、今回は、このね、サウンドホールカバーのこれを同じように、これと同じサイズにしてるんですけど、このサイズっていうのは、これなんですよ。で、これ 6.5 センチっていうふうに書いてあるんですけども、この 6.5 センチのサイズっていうところまで、あ、測って分かったっていうふうになったら、この 6.5 センチって書いてありますよね。これの単純に2倍の直径です。これは。なので、6.5 センチだから、これは13センチの円の直径を、まず紙で作って、で、それをこう布に移して、で、カットしたっていう感じですね。で、今回は、割とね、薄めの布を使ったんですよ。で、布の、こう、素材が厚いと、これ最後、こう、くしゅーって、こんな感じか。こんな感じにするんですね。なので、あんまりにもね、布が厚いと、ちょっとここの部分がね、すごい、もさっとするかもしれないので、それを避けるためにも、ちょっとなるべくね、薄い布がいいと思います。薄手の布。割とね、こう、なんとなくこう、透けちゃうかな、みたいな。この感じの布の方がおすすめです。で、まず、最初に、これ、両面テープを貼るところは全く一緒です。両サイドに貼って、で、まず、この小さい方。これは、ここに、もうね、貼ってしまいます。よし。ここですね。こんな感じで貼っちゃいます。で、貼って、今度こっち側に、簡単バージョンの方は、こうやってね、貼って縫えばいいんですけど、今回は布で包んでみましたっていうことなので、まだこれは貼らないです。貼らないで、これですね。で、今回は、私はね、ガズレレのタグをつけてるんですけども、こう立体的なものはね、つけられないんですよね。ボタンとかそういうものは円に当たっちゃうから、なんかこう、全くね、厚みが出ない何かをこうつけられたら、まあちょっとね、ポイントとしてできるかなっていうふうに思うんですけども、もともとね、こう柄の布を選んでもらえると、何もつけなくてもね、結構可愛いんじゃないかなっていうふうに思いますね。ということで、じゃあこれをどうするかっていうと、このね、周り、ここですね。この周り。この周りを並縫いで縫っていきます。で、その時にどれぐらいの幅かっていうのは結構、ね、いい感じでギリギリ。だから、2ミリぐらい内側をこう、2、3ミリぐらいか。2、3ミリぐらい内側をずーっと全部縫っていきます。並縫いをするときは、もう普通の細い糸を使ってください。このね、一周分必ず必要だから、で、これ一本で縫えるようにします。まず最初に、この表側から針を入れます。表からね、入れて玉留めが見えちゃっていいんだって思うかもしれないんですけど、今回はね、表から入れるんでいいんです。表からまずは刺して、で、こんな感じで、こんな感じで縫い始めます。ここからスタートします。で、並縫いの幅は、そうですね。2ミリぐらいでいいのかな。あんまり、これが、太いと、キューって絞った時の、寄った時のね、布が、こう、粗くなっちゃうので、
で、最後まで来たら、この最後も、表側で終わるように、意識して、これ、こっちがね、裏ですからね。こっちが表。なんで、最後は、表に向けて、針を抜くと。そうすると、はい、縫えました。こんな感じでね。これ、表から見た方。このくらいの幅の並縫い。で、両方とも糸は表側に、こんな感じで。で、これを、このね、2ミリ厚のフェルト、真ん中に、ほんと餃子みたいなんですけど、こうやってね、真ん中に置いて、だいたい真ん中かなと思うところに置いて、そして、この、縫って、この、まだ縛ってないこの糸、これを、キューッと引っ張ると、ほら、少しずつ、こうやって絞れてくるんですよ。ちょっとここからは置いてやろうと思うんですけど、こうね、押さえながら、少しずつ、こうやって絞っていくと、片方ずつ絞っていってもいいですね。少しずつ少しずつ絞っていくと、で、この辺がね、詰まってるなと思ったら、少しこう、こっちに、奥の方に寄せてあげて、自分寄せてあげて、そうそう、ほら、だんだん立体的になってきましたよね。で、これはまたずっとキューッと絞って、絞ってあげると、少しずつ寄せて、少しずつ寄せて、ほら、こんな感じで、キューッと、もう、一番きつくまで、絞ってあげると、この、絞ったことによってね、均等に絞ったことによって、絶対に真ん中になるんですよ。こうやってね。こんな感じ。で、これでできたら、これを、ここで、こう、両方でね、縛っちゃいますね。固結びしちゃいます。一回縛って、ここでね、割とキューッとしといてもらって、ちょっとこう押さえながらね、押さえながら、最後はシュッとやると、ほら、こんな感じで縛れます。と思ってみると、こうなってますね。で、この縛った糸はもういらないので、切ってしまいます。ちょっとね、こう、鳴らしてもらって、ほら、こうなりました。で、これを、このね、もう一個の、この土台の方に貼って、で、また縫うって感じですね。じゃあ、これ貼っちゃいますね。これを剥がして、で、貼りますね。だいたいね、ここが真ん中だなって思うあたりにしてもらって、で、これで、むぎゅっと押します。そうすると、これとね、形はほぼ一緒な感じになって、で、これをまた、三つ、三層を、この、今度はね、見せるというので、可愛いなんかね、色合わせをしてもらって、糸で縫います。で、この糸は刺繍糸なんですけども、今回も3本取りで縫います。じゃあ、まず、この後ろからね、縫っていきます。後ろの、この内側のところから、針を入れて、で、このね、縫う線なんですけど、もし、この線がないと縫えないなっていう方は、ここにね、線を描いちゃうといいと思うんですよ。これは裏側になるんで、こうポコって入れるね、片側の反対側になるんで、見えなくなっちゃうんで、多少ね、ここに線が見えてもいいかなというふうに思うんですよね。なんで、もし不安だったら、もうここに先に円で線をね、ちょっと描いてもらって、で、それに沿って縫うといいんじゃないかなというふうに思います。針を入れて、で、なるべくまっすぐになるように。糸がね、こんな風になるんですけど、これがピッとくっついて、なおかつ、このウレタンがギューッと引っ張られない。こういう風に引っ張られないのがいいですね。ウレタンはそのままの形になるのが、まあ理想。ただね、縫っていくうちにどんどん少しずつ引っ張られちゃうんだけど、引っ張らないように頑張って意識するって感じですね。幅を5ミリ。ぐらいかな。もし引っ張りすぎたなと思ったらもう戻してあげちゃうぐらいの、こんな感じになりますね。これをずっと縫っていきます。ほら、引っ張らないように気をつけても
こんなに、最初はこのぐらいだけど、こんなに細くなってるんで、この辺がね、最初から引っ張らないっていう風にしとかないと、もっとこれよりもね、キューってなっちゃうんで、はい、こんな感じで縫えました。で、糸、こんだけしか余らなかった。で、これは、最後は、もうね、これ足りなくなった。っていうかね、普通の玉留めができなくなっちゃったので、縛りたいと思います。縛りました。で、これを、本当はね、中に逃がして、カットしてあげるといいんだけど、今回はギリギリだったんで、まあ、こういうこともあるでしょうと。はい、できました。で、ちなみになんですけど、今回は、この糸を、もうね、この円の倍、用意したんですよ。一周、二周、さらにもうちょっと長めにしたんですけど、やっぱこの奥行きっていうかね、厚みがある分、普通並縫いしたら一周分で足りるよなっていうふうに思うんだけど、厚みがある分倍にしてみたけど、それでもあんな感じだったんで、ほんとね、こんなに長くするのっていうぐらい長くてもいいと思います。で、長いのが縫いづらいなっていうふうに思ったら、まあ一回ね、途中で終わって、後ろで玉留めをしてまたスタートしてもらえばいいと思うので、で、実際にね、長すぎない方が、ここのね、なんていうのかな、キューって引っ張るときに、引っ張りすぎないのかなっていうふうにちょっと縫ってて思いましたね。なので、まあ手間で一回一回ね、どっかに玉留めができちゃうかもしれないけど、ここをね、ちゃんと割とこう余裕を持って、吹かせながらね、縫うようにしたいなと思う方は、あんまり長すぎない方が、まあ実際はね、縫いやすいかなっていうふうに思いました。はい。まあでもね、こんな感じで出来上がったので、かわいい。じゃあ、ウクレレにつけてみよう。で、つけ方は、前とね、同じで、ちょっとこう、弦を引っ張ってあげて、ほら、ついた。で、横を見ると、また、ちゃんとね、こう、ピタッとなるんですよね。こんな感じです。こんな感じですね。なので、まあ、すごいね、こう、奥に響く感じの音が、まあ、弱くなるよっていう感じなので、実際ね、生で、聞いてもらうと違いもっとわかるかなっていうふうに思います。はい、ということでサウンドホールビスケット布で巻いてみましたバージョン完成でございます。こんな感じです。かわいい。このね、水色のボーダーとオレンジのね、ピッチがね、北欧チックの色合いでかわいいでございます。そして真ん中から見るとこんな感じ。そして後ろはこんな感じ。このね、赤とね、水色っていうのもなかなか可愛い組み合わせですよね。はい。で、これを実際につけてみます。で、つけるときの感じは、フェルトだけのときよりも、なんかね、しっかりしてる感じなので、あんまりこうね、気を使うことなくスポッてこう入る感じがします。で、引いてみる。あ、そして、これね、ちょっと見てもらうと、こうですね。ちゃんと、こう、ウクレレにね、沿ってくれる感じがあるので、一見ね、布をね、シュクってこう、寄せてるからね、開いちゃうかなって思うんだけど、そんなことをなくね、ちゃんとここに沿ってくれます。で、ガツさんもよく言ってるんですけども、音がね、なくなるっていうふうに思って作っちゃうと、ちょっとね、違うかなって気がするんですよね。音は出るんだけども、すごくこう、遠くまで響いたりとか、こう、丸いこう、感じのね、響きっていうのが、その練習してるときは軽減されますよっていうふうに思ってくれるといいと思います。で、だけどほら、こう、アクセントみたいなね、自分のまた、ウクレレにね、ちょっと着せ替えができるような感じで可愛いんじゃないかなというふうに思うんですよね。で、これは、まあ、後々ね、この、初心者さんバージョンと合わせて、まあ、キットみたいな感じでね、できたら素敵だなっていうふうに思うんですよね。手作りキットみたいな感じで、まあ、この動画を見ながら、もう材料はね、用意してあるから、もう縫うだけで大丈夫だよみたいな感じでね、キットが作れたら素敵だなーなんて思ったりもするんですけども、まあ、とりあえずはね、この動画を見ていただいて、あ、自分でも全部作れるっていう方はこうね、切ってもらって、チャレンジしてみていただけたらいいんじゃないかなっていうふうに思います。はい。ということで、これからもまた、このね、素敵なサウンドホールビスケットをつけて、毎日の5分、10分、ウクレレをね、こう弾ける時間があると素敵だなっていうふうに思いますので、ウクレレライフ、ガズレレライフ、一緒に楽しんでいきましょう。ということで、今日は最後までご視聴ありがとうございました。それでは、さよなら。で、最初に、このね、円の大きさ、
1、2枚のフェルトと、あとこの挟んであるウレタンのサイズを決めなきゃいけないんですけど、ご自分のこのウクレレがありますよね。これの、ここね、これがサウンドホールじゃないですか。で、これの、この一番長いところ、こうやっていったら一番長いところがわかりますよね。この長いところの、まず直径を測るんです。で、私は、こういうね、定規を用意して、こうやって一番長いところどこかなっていうふうに測ったんですけど、で、私のウクレレのね、サウンドホールは5センチだったんです。で、これって、同じソプラノでも何気にね、直径が違うんですよね。なので、必ずご自分のウクレレをこうやって測ってもらって、あ、実は 5.3 センチだったとか、5.5 センチだったとか、いろいろあるんですよ。なので、測っていただいて、で、今回は5センチでしたっていうことになります。で、それを踏まえて、この、下って書いてある方、これに使う、ものは、まず、下に貼るフェルト、そして、このウレタン、これ自体が、この下っていう方になるんですね。で、この下のサイズを、じゃあ、5センチのウクレレに対して何センチにするかっていうことなんですけど、プラス5ミリ。なので、5.5 センチ。これで、まずは、型紙を取ったものが、まず1枚。そして、今度、試しにこのウレタンをね、カットしてみるんですけども、これも 5.5 センチでカットします。で、ちなみにこのウレタンなんですけど、私は低反発ウレタンっていうね、厚みが1センチのウレタンなんですけども、いろんなものを試したんですけど、例えばね、こういうものも試したんですよ。薄くてね、縫いやすいかなとも思って。なんだけど、こう伸縮性っていうのかな。こう伸び縮みがね、すごいしなくって、実際にはめるときに、はめたときに、このね、フェルト自体がクシュってなっちゃうんですよね。負けて。なので、ある程度の、こう、密度もあって、なおかつ、多少こう、ちゃんと、バネが効くっていうかね、そういうものがおすすめです。じゃあこれをね、ちょっと、ここに、書いて、実際にカットしてみますね。で、その時に、このままだと動いちゃうかもしれないから、まあ、こんな感じでね、2箇所ぐらい、こうやって止めてもらって、線を描きます。これは、結構、どうなんだろう、その、鉛筆とか、普通にボールペンとかだと、うまく書けないかもしれないんですよね。元が黒いってこともあるし。なので、例えばだけど、何がいいかな。普通の、もうマッキーの細いやつとかね。だと、こう、点々点で書いていくと、結構、線が書けるかもしれないですね。ちなみにこの型紙はね、コンパスで作ってますので、コンパスとかならね、100均とかでも普通に売ってるからね。で、この丸なんですけど、結局挟んじゃって、中に入っちゃうから、すんごい綺麗にね、こうカットしないとっていう感じで、あんまり神経質になる必要はないかなと思いますね。フェルトの、この下のフェルトと、だいたい同じ大きさだったら、多少ね、いびつでも、そこは自分用だから、OK ってことにしといてもいいかなと思います。サイズよりも小さくなっちゃうと、ちょっとね、やっぱり後々、面倒なので、そうするとほら、こうやって、なんとなく円が描けてますよね。で、これをカットします。これもそんなにね、神経質にならずに、ただ、この描いた線よりは小さくならないようにだけゆっくりゆっくり。柔らかいっていうか、ある程度伸縮性があるので、切りやすいっていうかね、そんなにね、切るのは大変じゃないですね。ただ、あんまり先々行っちゃうと、引っ張られちゃうんで、こう、そのまま、どんどん先に行くんじゃなくて、こう、押さえながら、ただハサミを、こう、動かすっていうかね、ただ刃をこう、落とすっていう感じ。ほんと少しずつでいいので、よし。はい、ほら、こんな感じで
できました。でね、カットをね、こう、ハサミでする、なんかこう、性質上なのか、よく見てもらうと、こう上の方が大きくなってるんですよね。下に比べて。なので、このフェルトをつけるときも、小さい方の円を、この下の方につけようかなっていうふうに思います。こんな感じで合わせようと思います。そして、今度はこの上の方のフェルトですね。これは、今度これ上って書いてあるんですけど、さっき下が 5.5 センチだったですよね。なので、それのプラス1センチっていうイメージですね。なので、6.5 センチのフェルトですね。で、これをまたここに当てて、ちょっとカットしてみます。こんな感じでね。で、また線を描きます。これはね、鉛筆でもゆっくり描けばできるんじゃないかなと思いますね。普通のペンとかでも。で、ちなみに、上に貼る方のフェルトは絶対丸ってことはないんですよ。もう、ここのね、ウクレレのこの上に乗るから丸じゃないとダメだっていうことはないので好きな形にしてもらってもいいんですけど、ここですね、ここのね、ネックのこの終わったところとよりもこう出ちゃうとね、こう隙間が空いてきちゃうんで、あくまでもこのボディのこの板の上に乗るような形でハートとかね、なんか四角とか三角とかいろんなものにしてもらってもいいと思いますけども、ここだけ、こういうとこだけね、重ならないように気をつけてください。これをかけたので、こんな感じにね、ちょっと薄いですけど、かけてるんで、これをカットします。で、フェルトのカットの仕方は、こう、ハサミをね、フェルトから離さないのがポイントなんですよ。離しちゃうと、結構ね、次に、またカットするときに、ガキってなっちゃうんで、それがね、ない方がやっぱり見た目が、可愛いし綺麗だから、どんな形でもいいんだけども、ハサミをこうやって入れたら、そのままスライドさせて、こう進むようなイメージ。スライドして進む。こんな感じで切ってもらえると、ガチャガチャしないかなと思います。